あいうえお順で今日は卒業写真松任谷由実で2パターンの歌い方で、まず1回目は、吉田拓郎風というかブロークンな感じでストローク調でやってみよう。あ、そうか。いつもここで慌てて引き出して失敗す。まだ俺学習してないんだな。歌詞を出さなくちゃ。歌詞こればっかりやってる。画像マイアイテムから用意したやつを追加。下のスクロール文字が結構消えちゃうんだけど、まあいいや、これで。こういうなんか今までなんだっけ、歌詞検索してそれをそのままスクショしてここに貼り付けてたんだけど、で大体こんな感じでペローンと弾いてみれ、コード弾けるかな、俺の知ってる弾き慣れてるコードでやれるかなってをさらった後にすぐやっちゃって、あとは頭の中だけでその記憶を頼ってまたコードを押さえ間違ったりするので、今回はちょっとさらってみた状態を自分でメモしてみた。こうやればまあ、間違いなく弾けるか。じゃあまずストローク調で。悲しいことがあると開く川の表紙、卒業写真のあの人は優しい目を知ってる。写真の面影がそのままだったから、人混みに流されて変わってゆく私を今なんかちょっと言い間違えたな。もう一回落ち着いて。悲しいことがあると開く川の表紙、卒業写真のあの人は優しい目を知ってる。街で見かけた時写真の面影がそのままだったから、人混みに流されて変わってゆく私を、あなたは時々遠くで叱って話しかけるように揺れる柳の下を通った道さえ今はもう電車から見るだけ。心の生き方をあなたは忘れないで、あなたは私の世
青春そのもの、人混みに流されて変わってゆく私を、あなたは時々遠くで叱って、あなたは私の青春そのもの。これがストロークで何調というのかな。なんか吉田拓郎もどき調っていうか、全部の歌はそうしようと思ったらそうやれるんだけどね。では次はこれキー1個上げた、キーじゃないか、カポ1個上げた方がいいな。悲しいことがあると、開く川の表紙、卒業写真のあの人は優しい目をしてる、街で見かけた時何も言えなかった、卒業写真の面影がそのままだったから、人混みに流されて変わってゆく私を、あなたは時々遠くで叱って、話しかけるように揺れる柳の下を、通った道さえ今はもう電車から見るだけ。何をやってるかって言ったらまた笑いが出てきたので、こういうふうに真面目に歌おうとすると笑い虫が出てくるんで、もう一回最初から。でも怖いな、また笑いそうだ。ちょっと麦茶を飲んで落ち着かなくちゃ。悲しいことがあると開く川の表紙、卒業写真のあの人は優しい目をしてる、街で見かけた時何も言えなかった、卒業写真の面影がそのままだったから、人混みに流されて変わってゆく私を、あなたは時々遠くで叱って。話しかける
ように揺れる柳の下を通った道さえ今はもう電車から見るだけ。あの頃の生き方をあなたは忘れないで。あなたは私の青春そのもの。人混みに流されて変わってゆく私を、あなたは時々遠くで叱って、あなたは私の青春そのもの。これは、まあ、なんだっけ、松任谷由実の前の荒井由実時代に作って、それを、うん、俺はねハイファイセットで最初に聴いたのかな、うん、ユーミンがあの赤い鳥が解散した後、紙風船とハイファイセット2人と3人に分かれたじゃん。でそのハイファイセットに結構ユーミンがいろいろ曲書いてて、あるいはユーミンの曲をハイファイセットカバーして、中央フリーウェイとか、卒業写真とか、冷たい雨に打たれてとか結構ヒットしたんだよね。であの人たち歌がうまいし声がいいから、ユーミンが自分で歌うよりもハイファイセットが歌った方が似合う曲があって、特にこの卒業写真はハイファイセットの荒井何が知っている人が歌ってるのがすごく良かったので、こう涼やかっていうか綺麗というか、うん、冷たい雨もそうだったけど、だからこれはハイファイセットが歌ってるので覚えたな。でもなんだ、そう、結構ねユーミンいろんな人に曲を書いてるんだよね、あるいはカバーされてるのもあるし、だから前世紀から中盤にかけて結構ユーミンのレコードをたくさん買ったものもあるし、貸しレコード屋で借りてきて全部テープにダビングしてた時期がかなりあって、どこら辺までだったかな、悲しいほどお天気とか入ってたやつ、あと流線形80があれがそうかな、うん、あとは あとなんだっけな、リインカネーションとか宇宙物とか、ちょっと昔を懐かしむものとか、結構アルバムにテーマ性があって、うん、そうコンセプトアルバムがユーミンの得意だったよね。あとサーフ&スノーとかね、そういうなんていうのリゾートもの、リゾート的なソング歌を集めたリゾートソングアルバムみたいな。この卒業写真とかは何だろうな、なんか入ってたかな、よくわかんないけど、とにかくアルバムにこのアルバムはこういうテーマっていうのを結構集めるのが好きだったの でだんだんユーミン声変わりしちゃって声変わりっても変だけど、ちょっとあんまり俺の好きなタイプの声じゃなくなってからは聞かなくなったんだけど、でも、うん、詞も曲もすごい多彩で、まああれだよね、ユーミンも言ってるけど、桑田佳祐、サザンの桑田佳祐は私のライバルだみたいに言ってたけど、そういうとこあるね。幅広く年代を超えてたくさんのメロディーとたくさんの詩を書けるっていうところで非常に多彩な人だなと。特にそれ以上に言うことはないからな。なんだ、そう、
ユーミンを本当好きだったな。ユーミンで一番好きなのが、まあ時によって変わるんだけど、あえて一番好きなのを選ぶとすると、流線形80に入っていた不当を渡る風、青い帳針が道の果てに続いてるってやつね。あれが一番好きかな。で、あれのアレンジの、松任谷由実のアレンジがまたかっこいいんだよな。ブラスをいっぱい使って、ラッパ類をいっぱい使って、うん、ただあれはあんまりね、あんまりユーミンの代表曲のように言われないんだよ、ね、優しさに包まれたならとかね、卒業写真とか、まあだからちょっとあの流線形80のアルバム、不当渡る風とかは、うん、好みが分かれるのかな。でもメロディーメーカーだし、松任谷のアレンジがもうこれでもかっていうぐらいにね、素晴らしいアレンジで、ダラララなんでこの卒業写真に歌った後にあの流線形80のことを熱く語り出すんで、全然統一性がないから。まあいいや、話も尽きたので